ブレイキングダウンはさすがに出たらやばいですか、うん、不抗議したらさすがに割れます探索お待たせしました。ついに1年ぐらいやってますが YouTube 始まりまーす、ね、やっぱ一発目に本当に今までにない4年間配信者をして最大の暴露をしますって告知してたんだよね。みんなはどう思うかちょっとわかんないですけど、この動画で大事なさせてもらいたいなって思って、まあ、私が今えって思ってると思うんで、サクサクって思ってると思うんだけど、ピンク髪やめたんですよ。理由がね、横も、まあ、赤髪でもうなんか匂わせみたいで申し訳ないんだけど、まあ、ちょっとテンチムちゃんの包茎のおっぱい紹介したいなと思って、この重大なお知らせを、まあ、含め最後まで見てもらえたらと思います。最後に発表させてもらいます。はい、 DJ やってる YouTube 一番好きで、嬉しい、そう言ってもらえて、あ、そうかではお願いします。でもあれですよね、実際のカウンセリングで多分ロッククライミングとか全然いるんですよ、はいはい、全然問題ないんですけど、大事にします。無事に終わりました。というわけで無事に手術も終わりまして、今は最後の撮影待ちです。これからこのね、手術をしたらスワロフスキーのネックレスをもらえるんですよ。やばくね、かわいいパイヤマもらえるんやけど、もうこれで多分彼氏できるかなと思うんで、これから今店長さんにスワロフスキーのネックレスつけてくださいってお願いして、これからの人生この首を見るたびに、ただ負けないとか1位になりたいとかそんな思いだけじゃなくて、楽しんで最高にこのインフルエンサーでいれるように、誰かに何かを届けれる私でいれるような人間でいたいっていうのを改めて首見るたび感じれるように、ちょっとつけてもらえないかお願いしてみようと思います。本当に今回この先生もだし、他の企画私選んでいただいたことにもすごく感謝してます。なんか新たな自分に生まれ変わった気分で、こっからの人生とっても楽しみです。明日これしてきたらどうしようかな。手際良くない？手際いいのにめっちゃ丁寧じゃない？失礼します。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、めっちゃ自然。いいの？そうね、ありがとうございます。嬉しい。いや、1000円ぐらいにつけてたんで、本当にスワロフスキー初めてです。スワロフスキー嬉しいね。わあ、嬉しい。いや、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ここから人生これ見るたびに頑張ります。できるんじゃねっていう、うん、
のがテーマの髪型だったんで、まあ、さくらちゃんのいつもの感じから見ると多分視聴者さんたちもね、こんなさくらさんのパターンあるんやって思ったんですよ。どっちが良かったか、ピンクのままが良かったか、これがいいか、これのさ、一意見で言わせてもらうなら、もう発見ってな、100人中100人ぐらいこっちなんじゃないかなってぐらい、男受けは多分こっちだなっていうね。コメント欄でぜひピンクのままで良かったよって人いたら、まあ、もちろんそれはもちろんいると思う。コメント欄にぜひ、逆にこんな髪継ぎやってみてほしいってのあったら、確かに、ね、言ってくれたらいい。はい、コメントに書いてるのだから、次の 髪型、うん、お願いします。メンズ専門なんですけど。